はい、どうも高野久保です。今回は6月1日のジャズとしてご紹介したいのが、ピアニストセロニアス・モンクの5 by モンク by 5というアルバムですね。リバーサイドレーベルから出ておりまして、パーソナルがセロニアス・モンクがピアノ、サド・ジョーンズがコルネットで参加しています。でチャーリー・ラウズがテナーサックス、サム・ジョーンズがベースで、アート・テイラーがドラムスという編成ですね。でこれは1959年の6月1日と6月2日の2日間にわたってレコーディングされています。内容いいんですよ。特にサド・ジョーンズ効果が効いていて、やっぱりね、サド・ジョーンズの存在感とモンクが非常に良いマッチングがありましてですね、クラーク・テリーとも良い相性を見せつけたセロニアス・モンクなんですけども、イン・オービットっていうアルバムで、だけどサド・ジョーンズとも意外と合うんだなっていうことが発見できるアルバムなんですが、いいんですけど、ただ個人的にはなかなか手が伸びないアルバムなんですよね。モンクス・ブルースとともに最後に手が伸びるモンクのアルバムっていう位置づけなんです。個人的にはなぜでしょうってよく考えてみたらですね、「Played Twice」という曲がですね、3テイクも入ってんですよ、真ん中に。なんか3つも連続して聴きたくないななんて思っちゃったりもして、いや飛ばして聴きゃいいんですけどね。でもし飛ばして聴くとすると、今度はですね、あと1234たった5曲になっちゃうんですよね。なんかお腹いっぱいにならないかもしれないななんてことで、なんか敬遠しちゃうんですよね。で聞くと、たまに聞くと、なんだやっぱいいじゃんって思うんですけど、やっぱね、この「Played Twice」のテイク1、テイク2、テイク3、312っていう順番で私の持ってる CD ではあるんですけれどもね、そう並べた意図は何なんだろうって、こう例えばバド・パウエルの「うんぽこローコ」だったらテイク1、2、3並べる意図というか分かりますよ。だんだん曲が形作られている過程を、これドキュメントとして描きたかったんだなと、収録したかったんだなっていう意図は、制作者サイドの意図はすごくよく分かるんですよ。でテイク1、2、3って全然演奏内容違いますからね。特にテイク1がマックス・ローチのカウベルの叩き方のパターンが全然違ったりもしているので、なかなかスリリングなドキュメントを味わってる感じになるんですけど、しかしこの「プレイド・トワイス」を3つ並べる意図はなんやねんっていう感じで、特にあんまり意図っていうのを感じられないんですね。なんか3回その違いもちろんあるんですけれども、そんなに3つ並べるほどの大きな違い、どうしてもこれ収録せざるを得なかった違いっていうのは、CD だからかもしれませんけどね、これだけだとちょっとあれだから全部入れときますよっていうサービスなのかもしれませんけど、正直モンクいくら私好きとはいえですね、3つ並べられちゃうと3つ連続聞きはちょっと辛いかなって感じは正直しますね。だけどそれ以外はとても素晴らしい演奏だと思います。特にやっぱり「Ask Me Now」とかがいいですかね。あと「I Mean You」とか、モンクおなじみのナンバーですよね。なんか楽しい気分になりますし、やっぱりこのベースがサム・ジョーンズっていうところもね、チャーリー・ラウズはいつものごとくって感じですけど、なんか地味あふれるモンクというか、そんなに過激なことはやってないですし、はっちゃけすぎないモンク、ちょっとおとなしい感じもするんですけれども、なかなかバランスはとてもまとまっていて、聞きやすいということは確かなんですけれどもね。だけど同じリバーサイドで言えば、例えばね、傑作の「ブリリアント・コーナーズ」だったりとか、あとはもう迫力一発勝負のモンクスミュージックとか、そういうのに比べればちょっとおとなしいかなってことで、やっぱり優先順位的には後回しになっちゃうという悲しさはあるんですけれどもね。あとストレートノーチェイサーなんかもね、しょっちゅう演奏されているモンク作のブルースなんですけれども、サド・ジョーンズのコルネットがなかなかいいですよね。だから多分ちょっと最初聞いた時の第一印象はちょっとテンポ緩いかなとは思ったんですけども、遅めかなと思ったんですけど、おそらくそのテンポ設定あんまり早くすると、サド・ジョーンズのトランペットのせっかくの音色が台無しになってしまうからってことで、トランペットの音色とか地味あふれる味わいあるフレーズをじっくり味わってくださいという配慮の上でのテンポ設定なのかななんかとも思ってはいますけれどもね。なのでジャケットからしてみれば、ユニークみたいな感じでそそるジャケットではありますし、なかなか充実した感じには感じますけれども、ちょっとね「プレイド・トワイス」の3回があるので、ちょっと損してるアルバムかなと思います。いや、私の中でですよ。他の方の、いや、プレイドトワイスこそ最高傑作だよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、あくまで私からしてみればね、ちょっとプレイドトワイスのマイナス印象がとても強いので、逆に損しちゃってるかなって感じはするんですよね。ただ、他はね、プレイドトワイス以外、まあ、もちろんプレイドトワイスも1曲ワンテイク聴きは別に全然悪くはないんですけれども、まあ、やっぱりね、サド・ジョーンズのストレートノーチェイサーのコルネット味わいだったりとか、アイミン・アスク・ミナウとか、その辺がやっぱりいいんじゃないですかね。ただ、とてもまろやかで聴きやすい演奏なので、まあ、セロニアス・モンクを集めてるぞっていう方は、まあ、20枚目ぐらいに持っているといいアルバムなんじゃないかなと個人的には思っていますね。まあ、紹介できることはこれぐらいな感じです。あまりごめんなさい、思い出のないアルバムなのでね、今回はちょっと語れる内容少なくてごめんなさい。でもいいアルバムであることには変わりありませんので、ただ文句1枚目とかね、5枚目ぐらいだとちょっと肩透かし食っちゃうかもしれないので、まあ、ちょっとね、20枚目なんてひどいこと言ってますけれども、14枚目でもいいですから、いや9枚目でもいいので、まあ、他にも聞くべき文句、聞くべきって別に義務じゃないからあれなんですけどもね、やっぱりおおすごいぞってびっくりさせてくれて、驚かせてくれて、喜ばせてくれる文句のアルバム、他にもいろいろあるので、まあ、そういうの聞いてから、あ、こういうタイプのアルバムもあるのねっていう感じで落ち着くのがよろしい順番なんじゃないかなと、まあ、個人的にはおせっかいながらそういうアドバイスをさせていただきたいと思います。ということで、今回は1959年の6月1日、2日に録音されましたセロニアス・モンクの「5 by モンク by 5」というリバーサイドから出ているアルバムを紹介させていただきました。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。